はい、ムチ TV のムチです。本日ご紹介するのはね、久々のラブパワーさんの商品を紹介したいと思います。こちらの商品ね、前回の動画に引き続きまして、発送がもう、5月の25日に発送されてきてる分だったんで、もう3、4ヶ月経っちゃって、デビューが大変遅くなってしまって、本当にすいませんでした。ということで、Amazon の方の、リンクを貼ってあげたいんですけど、Amazon の方のリンクももうなんか Amazon に製品自体がなくて、ちょっとご紹介する意味がないかなと思ったんですけど、こういう商品ね、あまり見かけないので、今回は、あえて、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。で、今回はですね、こちら、モバイルバッテリー、モバブですね、こちらの方をご紹介したいんですけど、モバイルバッテリーね、いろいろ私の方も紹介させていただいてるんですけど、今回の、特徴的な部分があるんで、その部分だけ、メインで紹介していきたいなと思います。はい、パッケージは、こんな感じになっております。ちょっとね、ラブパワーさんのいつもの感じじゃなくて、ちょっと日本製品っぽい感じの、パッケージになってます。ラブパワーさんはね、最近いろいろパターンがあるんですけど、段ボールむき出しの、ちょっとおしゃれなね、逆にパッケージに入ってるのが多いんですけど、ちょっと日本製っぽい、まあ、逆に言うと外国地区なのかな。なんかね、日本の方がね、この商品レビューしてるの少なくて、YouTube で検索しても、カズチャンネルのカズさん、福岡のカズさんって多分 YouTuber で有名な方がいるんですけど、その方がレビューしてて、私もどうしても欲しいっつってラブパワーさんの方にお願いして商品提供いただいてしてもらったものなんですけど、何が特徴的かって、いつものモバイルバッテリーって、あの USB の出力によって USB の機器、USB で充電する機器かが、充電できるものがメインですよね。なんだけど、この機器に関してはちょっとこの後ね、詳細をご覧いただきますけども、例えば日本のノートパソコンとか Mac だと変換して変換っていうのが必要になってくるんですけど、ちょっとコンセントで、充電しなきゃいけないようなもの、そういうものも、このモバイルバッテリーは充電ができてしまうという製品です。で、容量的には 15,000mAh で、そんな、まあ大きいっちゃ大きいけど、そんなね、もうそのコンセントのものができるからもっと大きいかなと思うんだけど、容量的には 15,000mAh で、この中にそのちょっとこうね、カチャカチャ落としてると思うんだけど、この中に、ね、いっぱいコネクタが入ってるんですよ。よくあの PSP とかの充電コネクタとか、この後ね、見てもらえば、ああ、そういうやつねっていうので分かってもらえると思うんですけど、それがいっぱい入ってて、その変換ケーブルをつければ、それに適合したものは、まあ、すべて充電ができるよっていう製品になってます。中の方、細かく見ていきましょう。はい、それでは中の方、ご覧いただきます。中の方はですね、まず本体が入っていて、こちら、日本のコンセントでできる、AC アダプターがついてます。こういう風にね、これ外して、バラバラになってコンパクトに一応入れれるようになってます。あと説明書、ラブパワーさんの説明書はね、タロットロニックスさんとラブパワーさんの説明書は、ちょっと片言の部分があるんだけど、必ず、日本の語の説明書が一番最後のページに載ってます。あとは各国の、言語でね、説明書が載ってます。この説明書が一つ入ってます。で、本体はこちらになって、これがね、まぁ、ちょっと比較的大きそうなんだけど、やっぱね、その、なんだろう、コンセントにも対応できるってことで、多分このサイズになっちゃうと思います。本体的にはね、いつもみたいにこの、ラバーの艶消しで、私みたいな手ぬるぬるの人が触っても指紋がつかないタイプの、サラッとしたボディになってます。表面は、保護フィルム今貼ってあるんですけど、保護フィルム剥がすと、あのアルミのね、ヘアライン風の、ブラックの艶消しの感じでとてもかっこいいです。で、ここにちょっとキラキラしたところがあるのが、電源を入れると、インジケーターになっています。ここがスイッチになってます。ここポッと押すとインジケーターが点灯して、見えるかな、今ついてるね、今満タンあるよっていうのがわかると思います。はい、モバイルバッテリーの部分に関してはこういう感じです。まあね、他のものと、大差ないと思います。基本的には同じような作り、一つね、他にはないようなものっていうと、
9V、12V っていう切り替えがついてます。こういう風にね。で、これで、出力を変えて、各ね、製品に合った出力をするってことになっております。はい、ここのね、USB のポートに関しては、まあ、今が当たり前で、USB の 2.1A と USB の 1A の出力ができるようになってます。で、特徴的なこちら、DC のアウトプットもついてるよってことになります。充電はこちら、DC のインプットね。普段、ここに挿して、コンセント、こちらの、コンセントに挿して、ここを挿して充電するって形で、 DC のアウトプットができるためのコネクタ類がこういうふうにワンサク入っています。で、まあ、自分のね持ってる機器、に合わせてこういうのよく見たことあると思うんですよ。こういうコネクタね、PSP だったり DS はなんか独特だったかな。こういうのとかね、ちっこいのとかいろいろあると思います。で、そのこの入り口に適合したものにさせば、充電ができちゃうよってことになります。で、一応これ懐かしいね、このドックコネクターかな、ドックコネクターっぽいね、ドックコネクターのも入ってると、こちらはここを挿すね、こういう感じ、ここに挿して合わせてつけて、機器につけて、これを本体のさっきの DC の、ここねアウトプットに挿して充電をするっていう形です。ミニ USB と、ものすごいちっこい、なんだかわかんないぐらいちっこいやつと、これはなんだ、マイクロね、ミニ USB とちょっと謎の小さいやつと、マイクロ USB の端子がついて、それに関してはこっちの細いやつかな、この細い USB ので変換して充電できるよっていうのがついてると。はい、こういう感じでね、特徴的な製品でございます。はい、ということでね、ざっとね、紹介したんですけど、DC アウトプットがついてるのって珍しいですよね。あ、探せばあんのかもしれないですけど、瀬戸康史さんとかが、なんだっけ、サザエさんの段ボールの絵描いたやつなんかがまさに、MacBook Pro とかを充電する、なんだっけ、名前忘れちゃった、ど忘れちゃったっていう、まあこういうようなね、もうめちゃ高い充電器があるんですよ。Mac に直接充電ができるような、そういうようなのしか見たことなかったんですけど、そのね、九州福岡で有名なカズチャンネルのカズさんが紹介してるのを見て、あ、でもラブパワーさんだと思ったんで、私この商品ね、ご提供いただいて欲しいぞとアピールして商品提供いただきました。で、これがその本当なんだろう、普通は USB ばかりなのに、DC のアウトプットがあるってことは、例えばここの説明書きにも書いてある通り、なんだろうな、 GPS、 なんだろう、あんまアウトドア派ではねえんでわかんないけど、山登りする人とかと、まあ、最近は USB の充電ができるような機器が増えてるのかもしれないですけど、箱の説明書の裏にも書いてあるように GPS、まあ、ナビゲーションかな、車のナビゲーションとは別で GPS のナビゲーションっていうのかな、そういうのはこの DC アウトプットによって DC で充電するものがあったり、まあ、簡単に言うと USB で充電できなくて DC で充電できるものって逆に探すとあると思うんですよね。ああ、これ USB かモバイルバッテリーあるけど充電できねえなとかってあると思うんですけど、そういうのがね、この製品ではカバーできるんじゃないかなということで、私はちょっとこれご提供いただきました。あとノートパソコン系、先ほどの面みたいにね、こういう風にコネクタがいっぱい入ってますから、これにね合う、コネクティングの部分があれば、お持ちのね、ノートパソコン等々も、ちょっとしたね充電はできるんじゃないかなということで、外でね、外回りの営業のお仕事をしてる方とか、コンセントが確保できないような場所でね、ちょっと打ち合わせしてたりお仕事してる人なんかには持ってこいのバッテリーなんじゃないかなということで、今回紹介させていただきました。はい、以上、本日ご紹介したのはこちら、ラブパワーさんのですね、型番はいつもの感じで RP-PB11 のご紹介でした。チャンネル登録もお願いします。引き続きね、ここ2、3ヶ月間ちょっと YouTube の方休んでましたんで、引っ越しの方もぼちぼち落ち着いてきましたんで、またね、更新頻度上げていきたいと思いますね。皆様何卒よろしくお願いいたします。
次回ね、ちなみに紹介する予定なのが、またラブパワーさんのね、今度3200mAh の、珍しく、最近の時代では珍しく、ちょっと小さめのね、モバイルバッテリーをご紹介しようかなと思っておりますので、お楽しみください。ではまた、ムチ TV のムチでした。